はいどうも、土です。いつもチャンネル登録、いいねボタンありがとうございます。本日のテーマなんですけれども、今回はですね、非常にこうシンプルな、ご質問よくいただきますので、ちょっとお答えしたいなと思います。家は買った方がいいのか、それともずっと賃貸でいた方がいいのかっていう話を、私の個人的な見解も含めましてお話しさせていただければなと思います。よろしくお願いします。家は買った方がいいと思いますか、それともずっとこう賃貸住んでた方がいいですか。これ損得の問題で、数学的な話で、例えば家賃を一生払ったらいくらになります。例えば住宅ローン買ったら固定資産税もかかる、途中で修繕もかかる。物理的な比較でいくと様々な見解があるかと思いますが、私は個人的に結論としては家は買った方がいいと思います。なぜなら社会的信用が、やっぱり増すっていうことなんですけど、これどういうことかというと、例えば銀行で住宅ローンをしばらく2年3年しっかり滞りなく払えてる方っていうのは、次買い替えの時に担保を上回るような、例えば今持ってる家を売却した時にマイナス300万ぐらい出て、それを次の新しい住宅にこう乗せて貸してくださいって言っても審査通りやすいです。これ事実です。なので、社会的信用が増すっていうのは、こういうことなんですよね。であと社内でもやっぱりどうでしょう、部下が2人ぐらいいて、片や賃貸に住んでます。で片や自分の小遣い減らしたりですとか、飲みに行ったり遊びに行く、ちょっとお金を我慢して住宅を持って一生懸命やってる部下が2人いたとしたら、どっちに例えば責任のある仕事を、スキルが一緒だとすればですね、やっぱり家持って一生懸命頑張ってるやつの方になんとなく重たい仕事をやらせてあげて、さらにちょっと頑張ってもらいたいなっていうふうに気になりませんかね。私ならそういうふうに思うんですけど、なので、こういう社会的信用がちょっと増していくっていうことで考えれば、より若いうちに、住宅ローン、家を買って頑張ってみるっていうのが私はいいんじゃないかなと思います。もう一点、住宅ローンっていうのはやっぱり何十年、35年とかってやっぱ組みます。で、実家が金持ちだからね、実家からこう援助がある人はまた別なんですけど、これ極力組めるんだったらたくさん組んで、ある程度のプレッシャーを人生の若いうちにですね、私は与えておいた方が結果的に仕事のできる人間なんじゃないかなというふうに思ってます。これなぜかというと、やっぱりこれ本気度合いが変わるわけですよ。やっぱりこう逃げたい時もある。だけど今日ここで頑張るか頑張らないかっていう毎日の積み重ねがやっぱり大きいです。で住宅ローン持ってると必ず先のことを考えるようになるんですよ。10年後ね、仕事ができるようになってなかったら、家住宅ローン払えなくなったらどうしようとか、例えばある程度の年代になった時にリストラになったらどうしよう、そのためにスキルを身につけておいて自分で会社作ったり、そういうスキルを今のうち学ぼうなんて考えるのは、やっぱりある意味いい意味でのそのプレッシャーが少しでもあるから、必死になるんだと思うし、仕事においても覚悟が決まってくるんだと思うんですよ。でやっぱりその覚悟を決めて仕事やってる人間の姿を見てるって非常に魅力的です。これ客観的に見ててもやっぱり違いますよね。一生懸命魂こもった仕事をやっている人っていうのは、これ例えて言えば、例えば田中のマー君、どうでしょう、別に住宅ローン抱えてるからプレッシャーがあるわけじゃないとは思います。だけど自らをそこまで追い込んでいくことができる、彼のね、投球なんかを見てると、気合入ってますよね。でやっぱり応援したくもなるし、なぜかってやっぱりもうノーアウト満塁のような場面何回もこうやっぱ切り抜けてるっていうことですよね。やっぱ仕事でもスポーツでも、ここは同じなんじゃないかなと思ってるんですけど、そのプレッシャーと戦っている姿っていうのは美しいですよね。人の素の状態がね現れて、本当にこう戦ってるなっていう感じありますよね。一生懸命やってるなっていうのがもうすごく伝わります。やってるふりじゃなくて本気だなっていう、
本当に魂こもってるなっていう姿っていうのはやっぱり周りの人をこう感動させるっていうか、ある意味動かしますよね。だから例えば社内でそういう一生懸命戦って仕事してる人間見てると当然こう助けたくなりますし、数字が上がってなければなんか助けたいなっていう気持ちにもなるし、成果が上がるようにちょっとヘルプしてあげたいなってやっぱ気持ちに皆さんのことですかなりませんか。まあ歌手でもそうですよ。やっぱこう魂込めて歌ってる人の歌を聴いてやっぱこう感動するわけでしょうし、まあ私の好きなね NBA プレイヤー、まあマイケル・ジョーダン神と言われてるね、選手が私すごい大好きなんですけど、やっぱり何度もね残り何秒でこれ決めないと、このシュート決めないと負けるっていう場面で何回もそのクラッチシュート決めてるんですよね。どれだけの、まあ客観的に見てる人からするとあれかもしれない、本人どのぐらいのこうプレッシャーでやってるのかって想像絶すると思うんですよ。やっぱりそういう場面ってやっぱり視聴率も上がるでしょうし、まあ、まあ住宅を持つっていうこと自体ちょっと割とそんな、まあ、状況に自分の身を置く感じに近いのかなというふうにちょっと思っておりまして、できればまあ皆さんも、まあ、若い方特に家どうしようかな、買わないで賃貸の方がいいんじゃないのかな、効率的に考えるばっかりじゃなくて、まあ、自分の身をちょっとこうそういうある意味いいプレッシャーのね境遇に身を置いて、まあ、日々の生活一日を濃い一日にしてみていただければよろしいんじゃないかなというふうに思います。ぜひ参考にしてください。またお会いいたしましょう。バイバイ。不動産とバイバイ。